どうもルートです。本日10月25日は僕の誕生日でございます。イエーイ、ありがとうきっとたくさんのお祝いをみんなにしてもらっているんだと思います。たくさんのおめでとうありがとうございます。きっと楽しい誕生日を過ごしているかと思います。動画を撮ってる僕は誕生日ではないけれど、まあ、ということでね、今日は僕の誕生日ということで、このタイミングでこれまでの僕の活動のこと、どうして活動を始めたの、どういう思いで音楽を作りたいと思ったの、どういう思いで音楽作ってるの、今リスナーさんに対してどういう気持ちなのっていうのをまとめてお話しして動画にできたらなって思っております。ちょっとね、初めてのこういうお話しする動画なので、ちょっとめちゃめちゃ緊張してて、もう何喋ってるのか分かんなくなってぐちゃぐちゃになっちゃったりするかもしれないんだけれど、そこは温かい心で聞いてくれると嬉しいでございます。よろしくお願いいたします。ではでは、僕がねこの活動を始めたきっかけから話していこうかと思います。まずね、僕が活動を始めたのは高校生の頃で、高校2年生の最初の頃かな。でなんとね、活動を始めてからもう6年も経っています。長い。最初のねきっかけっていうのは本当にふとしたことで、最初動画サイトで歌ってみたをやっている方を見て、あ、すごく楽しそうだな、キラキラしてるなって僕の目には映って、僕もやってみたいって思ったのがきっかけでした。本当にただの僕もやってみたいっていう気持ちでした。だから本当に活動を始めた頃はライブをしたいとか CD を出してみたいとか、そういうなんか大きな目標は特になくって、とにかくやってみたい、楽しそうっていう気持ちでこの活動をスタートしました。ただ当時の僕にとって、そのやってみたいって思ってスタートできたことっていうのはすごく大きなことだったんですよね。僕がね小中高と学生の頃はすごく周りに気を使ってしまう、まあそういう性格というか、そういうなんか生活というか、周りに気を使ってしまう人で、極力他の人に嫌われないように、他の人によく思われるように、なんか変な風に思われないように、変だなって思われてないかなとか、周りにどういう風に思われてるのかっていうのをすごく気にしちゃう自分があって、だから誰かといても自分がやりたいことっていうよりは相手がやりたいことを優先しちゃったりとか、こういうことやりたいんだよねっていうこと自体がなんか悪いことなんじゃないかなって思っちゃったりとか、それ言っちゃうことが損だと思っちゃう人で、なかなか自分のやりたいことができない、そんな自分で、そんなところが嫌で、なかなか自分のやりたいことっていうのに対して一歩踏み出せなくて、でもそんな中で自分が初めてやってみたいって思えて一歩踏み出せたのが今の活動でした。そしてね、こんな僕で誰かに思いを言葉で届けたりとかっていうのがすごく苦手だったんだけれど、活動の中で歌を歌っていくうちに、音楽に自分の思いを乗せたりするっていうのはできるなっていうことに気づいて、僕自身かつ音楽に自分の思いを乗せるっていうのがすごく楽しいなっていうことにも気づいたんですよ。そして僕の活動ね、最初は歌ってみたっていう既存の曲に歌を乗せて投稿するっていうのが最初の活動で、それから動画を投稿していくうちに、こんなに喜んでもらえるなら自分の楽曲を作って自分の思いを言葉に乗せて歌詞にして、いつかオリジナル曲として届けたいっていう目標ができたんですよね。なんか本当に自分を全然表に出したいとかも思えなかったし、出すのが怖かったし、出したら良くないんじゃないかなって思ってたのに、なんかそんな風に思えたことっていうのが今思うとすごく良かったなって思うし、その思いがなかったら今の自分がなかったなって思います。でそれからね、なんとかして曲を作れるようになろうと、高校生ながら僕はねめちゃめちゃ悩んでおりました。まあいろいろ調べました。 YouTube でね、作曲方法とかめちゃめちゃ調べて、いろんなねサイトとかで曲の作り方をまとめてくれてる方とかもいたりして、いろんなものを見て頑張ってみたは見たんですけれど、まあできないと、もう本当に難しくて、高校生ながら何度か挫折しておりました。あ、これ僕には無理だなって思って、いやでもどうしてもやりたくて、そんな僕は決意しました。高校2年生の最後ぐらいの頃に専門学校に行こうと、でもう専門学校に行こうって決めて、ただね、音楽の専門学校って言うじゃないですか、まあ、音楽の専門学校に行って何のいいことがあるのって、僕はね音楽のことを学びたくて曲を作れるようになりたかったから、とにかく行きたかったんだけれど、学校の先生に話したら、音楽みたいな、音楽の学校に行っても何かの資格を取れるわけじゃないし、何か仕事につけるわけでもないから、まああんまりね世の中的にもいいよって思われているものではなかったの。なんかよく聞くバンドマンとは付き合うなみたいな、そういうやつとかもあったりしたじゃん。だからあんまりいい風に思われてなくて、学校の先生に話してもいいってちょっと目を細められるみたいな感じだったんだけれど、僕はねどうしても行きたかったので、高校3年生になってすぐの頃もうね学校の見学に行って、もうね行く学校をちょっとずつ決めており、
りました。もうその頃には僕の決意は固まっていたのかもしれない。もう何としてでも曲を作れるようになりたいと思っていた。そう、その頃の僕は曲をすぐに作れるようになると思っていました。そしてね、高校生の時代は独学で作曲を勉強しながらバイトと歌ってみたの活動を、まあ、繰り返していく日々でございました。それから、ルート君、専門学校に入学します。進学？入学？あれ？専門学校に進みます。で、本当にね、たくさんのことを学びました。作曲の基礎から、よく聞く音楽的に言うコードとか、僕がもともとやっていたミックスのこととか、いろんなことをね、学んでいったんです。けどただなかなか曲が作れるようにならない。僕ねめちゃめちゃ焦っておりました。もう本当に学校に入ってからね1年経っても自分が納得いくような曲が作れなくて、でしかも同級生はポン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 やめてって、もうなんか怖いみたいな感じで、もうめちゃめちゃ焦ってて、しかも学校がね結構授業がたくさんあって、授業が終わって学校から帰ってきたらもう疲れて寝ちゃうみたいな、生放送もあんまりできないし曲も投稿できない、オリジナル曲が作れるようにならないで、めちゃめちゃ僕ね葛藤しておりました。本当に好きになってくれて応援してくれている子になかなか思いを伝えられなくて、お返しすることもできなくて、僕はどうしたらいいんだろうってめちゃめちゃ悩んでいて、で全然曲も投稿できなくて、でめっちゃ僕悩んでたし焦ってた、あの時は。でそこから専門学校2年生になったぐらいからようやくね、なんとか今思うとそんなねすごい大層なものではないんだけれど、少しずつ曲を作れるようになってきて、でも自分の中でまだ納得いくようなもの、自分が届けたいって、これなら届けられるなって自分の中で思えるものがなかなかできなかったんだけれど、2018年の夏にやっと僕が初めてちゃんとしたオリジナル曲として投稿できた、初めて僕の中でちゃんとこれなら届けられるなって思えた君と僕のストーリーという初のオリジナル曲を投稿させていただきました。懐かしい、すごく懐かしい。あの頃は本当にもうがむしゃらに曲を作っておりました。でね、その後の2018年の9月12日に初めてファーストミニアルバムということで、君と僕のストーリーってそのタイトルのミニアルバムを出させてもらいました。いや本当にね、この初めてオリジナル曲に自分の思いを乗せて届けた時のことをめちゃくちゃ覚えてます。もうすっごい嬉しかった。もうそこまでが長すぎて全然曲作れるようにならなくて、めちゃめちゃ焦ってて、応援してくれる子にもう何も返してないし、もうどうしようどうしようどうしようっていう中で、やっと投稿できた君と僕のストーリーで、やっと出せたアルバムでめちゃくちゃ嬉しかったことを覚えています。そこでね初めて握手会とかもやってめっちゃ楽しかった。ここでようやく曲を作れるようになってきて、ストプリの曲とかもやっとね僕が作れるようになってきました。それから活動を続けていくうちに、またね一つ焦りというか悩みが生まれてきまして、学校と活動の両立がすごく難しくて、学校に来ながら学校がね1,2,3,4,5,6,7限まであって、まあ大体平日はねほとんど授業があるんだけれど、学校に行って学校が終わったらお家に帰ってきて、学校の課題で曲を作って、かつ自分の曲を作り、かつ放送をして、かつグループの曲を作ってっていうのをやっていってたんだけど、本当に時間が足らずに全然曲を作れなくて、学校の方のやつもなんか中途半端になっちゃうし、活動も中途半端になっちゃうし、その時本当に自分のことを応援してくれているリスナーさんに本気で答えられてないんじゃないかなっていうのをすごく思って、僕の通ってた音楽の専門学校は3年生だったんだけど、まあ2年生をね最後にそこで学校を辞めるかどうするかっていうのですごく悩んでいました。学校を辞めて活動に専念したいなっていうのを思っていたんだけれど、やっぱりさ学校を辞めるって良くないことじゃん。普通に聞いたら友達とかにさ、え学校辞めようと思うんだけどどう思うって言われたら、えいやとりあえず学校は辞めない方がいいでしょってなるじゃん。まあ僕もそうなん、とりあえず学校は辞めない方がいいでしょって思うし、まあ誰かに言っても辞めちゃうのってなるじゃん。誰かに相談したりするのも怖かったし、親とかに言うのもちょっと申し訳なかったし、学校の先生に相談しても絶対辞めない方がいいよって言われるし、どっちが正解なのかっていうのが本当に分からなくて、自分の中のすごい決断の時期で、本当ねどっちが正解とかはなくてすごく難しかったんだけれど、僕は学校を辞めて活動に専念するっていう道を選びました。今でもその選択が正しかったのか正しくなかったのかっていうのは分からないんだけれど、僕は後悔はしていません。それからね、僕は活動にもう全力を注いで、もうブワーッと曲をね作る時期、いろんな曲を作って、たくさん曲を作って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 で活動をね進めてきました。それから2019年10月30日にファーストフルアルバム君と僕の秘密基地っていうねアルバムを出させていただきました。最初のファーストミニアルバムはすごく曲の幅が狭かったんだけど、いろんなジャンルの曲をね作れるようになって、みんなに届けられるなって思えたアルバムで、この時のこともねすごく
覚えています。本当にねめちゃめちゃたくさん曲を作っていて、ただアルバムの曲を増やしすぎたあまり制作の時間がなさすぎて、最後の方にレコーディングがぎゅうぎゅうになってて、ネットでは配信されていないんだけど、特典の方に入っているカバー曲のレコーディングした声がめちゃめちゃガラガラになってるっていう、今思うとありえないようなことが起きていたのがすごくね懐かしいでございます。もしかしたらその特典を持っている子もね聞いているかもしれないんだけど、ガラガラの声は多めに見てください、よろしくお願いします。それから出したアルバムをたどっていくんだけど、ファースト EP 2020年の8月17日僕は雨に濡れたっていうねネット配信限定のミニアルバムを出させていただきました。このアルバムは僕がね違う方向の新しい音楽でみんなに届けられたらなって思って出したアルバムでした。新しい僕をね多分みんなに届けられてたかなって思います。でどうかな、ちゃんと届いてたかな、届けられていたことを祈ります。そしてセカンド EP の忘れ合い、本当につい最近でございます。2021年8月14日、本当に数ヶ月前の話でございます。ここで僕の出せる最高クオリティの音楽を届けたいっていう気持ちで出した EP でございました。このね、EP の頃から僕の中にはね、目標があって、普段ね、僕の活動を応援してくれていて、見てくれて、曲を聴いてくれている子に、僕のね、思いを届けるっていうのは大前提なんだけど、それプラス、まだ僕のことを知らないとか、ストプリのことを知らない人にも、あ、この曲いいなって思ってもらえるようなものを届けていけるようになろうっていうのが目標でした。ただね難しいもので、なかなか届けたいところに届けられなかったりとか、もっと届けるにはどうやったら届くのかなってすごく考えてたんだけど、なかなかわからなくて、今もそれはねすごく悩んでいます。いろんなことに挑戦してみたりとか、こういうのはどうかなっていろいろ考えてるけど、なかなか難しい。今年の夏にはね短編楽曲っていうちょっとね短めの本当に数十秒とかの曲とかもね投稿してみたりとか、いろんな挑戦をしているんだけれども、なかなか難しい。こうやって楽しく話してるけどめちゃくちゃ悩んでます。もう本当に悩んでる。それから短編楽曲をね作ったのはいいんだけれど、短編楽曲を作って投稿してった後に、じゃあまたフルの曲を作ってみようって思ったら、フルの曲を作るハードルがすごい僕の中で上がっちゃってたりとか、いろいろ難しくって、でもようやくね僕の中で満足のいるクオリティのものを届けられるようになってきたから、頑張ってねこれからも僕の大好きな音楽に自分の思いを乗せて君に届けられるように、そしてまだね僕のことを知らない人、ストプリを知らない人にもいいなって思ってもらえるものが届けられるように頑張っていこうと思います。音楽の話は以上になるんだけれど、ここからは僕の音楽つながりでライブの話をしようかと思います。まあ皆さんライブと言ったら思い浮かぶかと思います。最近お知らせしましたよね、ストプリ史上最大規模のドームツアー、ストロベリーメモリーボリュームネクストということで、2020年1月の9日からねドームツアーがございます。ライブですよライブ。2年ぶりの応援してくれている子にリアルで会うっていうイベントのライブで、本当にねすごい楽しみでございます。この2年間コロナウイルスの影響とかでライブがね中止になってしまったり延期になってしまったりとかで、本当にねたくさんのことがあって、まあねその話をするとめちゃくちゃ長くなっちゃうからここでは話さないんだけれど、ただすごい悔しい思いも悲しい思いも寂しい思いもしたこの2年間で、やっと2年越しにできるこのライブでございます。僕ねめちゃくちゃ嬉しいでございます。本当に久々に会える、めちゃめちゃ嬉しい。ありがとう神様、本当にありがとう。ライブっていうのは生で音楽を届けられて、生で音楽を受け取ってもらえる場所で、だから僕にとってライブっていうのはいわば通知表のようなものなんですよね。僕の活動のメインは音楽で、音楽を届けられるライブだから本当に結果発表みたいな。このドームツアーはこの溜め込んできた2年間を放出する場所、溜めてきた2年間の結果を君からもらう場所なんです、僕にとっては。だからライブに来て僕のね届けるものを受け取ってから、君がくれる言葉とか声景色が僕のこの2年間の答えになります。だからすっごいライブが楽しみだし、応援してくれている君にはライブに来てほしい。もちろんライブに来れない子もいると思う。ライブに来れない子もこのねドームツアーはストプリにとって最大規模のすごく大きな挑戦だから、背中を押してほしい。その応援がものすごく力になって未来につながっていきます。このドームツアーで君と僕で最高の景色を作ろう。2年間貯めてきたこの会いたいの気持ちの答え合わせをドームでしよう。2年間目を見て伝えられなかった好きをありがとうを伝えたい。
大好きな君には受け取ってほしい。この2年間でまだみんなにライブで届けられてない曲とかもたくさんあるから、本当にドームツアーが楽しみです。一緒に最高の景色を作ろう。僕のイメージカラーの真っ黄色のめちゃめちゃ綺麗な景色が見たい。すごく見たい。切実に。ちょっと熱くなりすぎちゃったんですけど、そんなところで本当にね、僕を、そしてストッペリをいつも応援してくれてありがとう。いつもねよく言っていることなんだけれど、僕たちの活動はね、応援してくれる君がいないとできません。生放送をするにしても、動画投稿をするにしても、オリジナル曲を投稿するにしても、やっぱりね受け取ってくれる人がいないとできないんですよ。だからいつも受け取ってくれてありがとう。そしてね、いつもたくさんの笑顔を見せてくれてありがとう。本当にありがとうばっかりなんだけど、受け取ってくれて笑顔になってくれる、その笑顔が本当にね僕の力になります。頑張れちゃいますこれからもたくさんの笑顔を見せてください。これからねドームツアーもあるし、もっと先にはきっといろんなことがあると思う。それも全力で届けていくから、これからもそばでたくさん笑顔を見せてください。よろしくお願いします。今日はね誕生日ということでお話しさせてもらったんですけれど、聞いていってくれてありがとうございました。これからも僕を、そしてストプリをよろしくお願いします。きっとこれからもそばでたくさんの声を聞かせてください。それじゃまたね。